第三道かす宿上宿から下宿方面を望むかす宿かす宿の一大三道。かす宿はかつて相模国大十軍へかす村にあった大仙道の宿場。上宿と下宿で構成されている。下かす村はかつて上かす村と共に一つの村を築いていたことから上かす村にあった宿も含めてかす宿と称することもある。 下も谷村内の商名で渡る杉と呼ばれるあたりで、複数の古道が交わっており、渡る杉から南方に向かうと、伊勢原市、田中方面に抜け、渡る杉から西方に向かうと、大仙へと通じていた。古代8世紀初め頃、相模国大従軍にあって、井上ベ号と呼ばれていた。その後人気年間に至って、か谷里と改称された。9世紀中頃に、 相模の主語として下校した藤原両方の子孫が、春谷の地で、春谷氏の先祖となりこの地を治めた。中世1184年9月に、源頼朝が、春谷周辺の田郷町と畑八町を大仙寺に寄進した。後に、足利高氏も、春谷の一部を大仙寺に寄進している。1333年に、五醍醐天皇の夜、 県務政府が成立するとこうにより、足利高氏に、相模屋国内のか屋や僧丘が与えられて、かすや僧は、足利一族が治めることになる。天文年間の頃は、地頭渡辺岩見守る坊が治めていたとされている。近世毎月後、十の日に死が建てられていたが、江戸時代初期には廃絶している。江戸時代初期は、江戸幕府直轄地で、1633年の、 地方直により、旗本の中川忠春、若林法政、鬱の象徴に分置された。分置されなかった部分は直轄地のまま残った。1656年に江戸幕府直轄地が分割され、旗本三たら指定重量となった。しかし、1691年にその子四兵衛が職を解かれると没収され、直轄地に戻される。1697年に、 地方直により、江戸幕府直轄地の一部が旗元岡部直義領となる。1728年に、残りの江戸幕府直轄地が、下屋国から須山藩主大久保と小春領となる。1753年になると、大先行の旅人も多く、旅人には、便利な位置のため麓の宿坊に泊まらず、ここ、か谷宿で泊まる、産経人が多く、 そのため、ふもとの宿坊の利用者が減った、ため外線寺越しより、自社奉行所に対して参敬人宿泊差し止め訴訟を、起こされ承諾した旨の受け書が残っている。この受け書には、町宿46件の署名があり、町宿が多く存在していたことがわかる。若林資料は、天明年間頃に一旦上置されたが、その後同士に戻されている。以後、 下粕屋村は旗本、中川、若林、内の岡部と烏山藩の5級の村として幕末まで続く。伊勢原村を代表とする25村の寄せ場組合があったが、1868年10月頃に、西側の10村と伊勢原村との間で問題が起こり、以降は、組合内最大の国高であった下粕屋村に寄せ場が移管される。 ただし1871年5月の古籍区への移行により寄せ場組合制度の終焉を迎えた。1859年に横浜が開港してから多くの外国人が横浜方面から柏通り、第三道経由でカ谷ヤ塾にいたり、大仙を訪れるようになる。神奈川府より発行された英国講師一行の第三行の先、触れ書きが残っており、また、 アメリカ人のフランシス・ホールによって書かれたジャパンスルーアメリカン・アイズにも大戦旅行の天末が載っており当時の大戦登山の様子を知ることができる近代1902年2月26日大化に見舞われるありがとうございます